番車。一番車で、まあ、ちょっと2回目の出場になるからですね。はい、ちょっと名古屋を振り返って、今回はどう走りたいか。やっぱ今回は自信を持って走りたいですね。ちょっと名古屋は、前回はちょっと、そうですね、消極的な感じだったんで、もう今回はもう自分の行けるところからしっかり仕掛けて、積極的なレースをします。2月末か、まあ、3月ぐらいからその小林莉子さんが、あ、そうです、はい、福岡に、はい、来てますね。はい、いろいろと得るものというか、どう一緒に やっぱスパルタなんで、莉子さんもうすぐ練習行こう、練習行こうっていう感じなんで、もう私はこう、あーって言いながら行くんですけど、一番こう、反対側にいる人ではあるんですね。はい、はい、真逆の性格です、莉子さんとは。この前、その莉子さんに聞いて、はい、意外とやっぱりこだわりはそのジャンクな感じがしてそうなんですよ、最近というか、まああれなんですけど、ジャンキーフードですよ、私いつもスタバにマックみたいな、そういう生活が、だからさ、やばいなと思って、最近はちゃんと家でこう作って食べてるんですけど、そういうのはちょっとずつ覚えるような、そうです、ちょっとずつ、それまでは、まあ、ストレス感じたら意味がないですそうですね、今回大谷さんもいるので、またちょっとムードの違う構成かなと、ちょっと S 取りをどうするのかなというところも気になるけど、まあ、小林さんとか奥さんも行かないからですね、石井さんが決め打ちで取り来るか、一枠としてはどうでしょう。私あの発送機遅いんですよ、スタンディング、はいはい、特に狙いに行くとなんかそうなんですよね、遅いから何番車でも絶対後ろになっちゃうっていう確かにそういう理由でじゃあ出たなりで自然と行った方がいいというか、そうですね、自然と行った方が、はい、その流れに任せて、流れに任せて、今ちょっとファン投票ってのがある程度、はい、こういうところで目立つとそうですね、松田の視点も見えてるんですか、はい、はい、目立ちます、今回新時代の到来ではないですよね、はい、今回の優勝宣言とファン投票お願いしますね、はい、ちょっとあ、わかりました、お願いします、え、優勝宣言、あ、間違った、今回のあれと意気込みと、ファン投票へのアピール、いつも応援ありがとうございます、しっかり自分の持ち味を出して積極的のあるレースをしたいと思います、優勝を目指します、応援よろしくお願いします、ファン投票の方もお願いしますありがとうございます、はい、かしこまると語りました、はい、そうなんですよ、ちょっと緊張しちゃうから